藤原茂激は日本のゲームクリエイター、ゲームデザイナー、グラフィックデザイナー、ゲームプロデューサー。ボンバー、藤原の名義を使用していた時期がある。大阪芸術大学出身。もともとは漫画家志望であり、藤子藤雄のアシスタントを務めていたことがある。ブロック崩しゲームを見て、ブラウン館に絵を描くことに興味を覚え。 ドットデザイナーとして1979年から1980年頃に日本物産に入社。ムーンクレスタやクレイジークライマーなどの制作に関わる。1985年にはゲームデザイナーとしてマグマックスを企画以降もテラクレスタなどヒット作品を企画した。1989年にハドソンへ移籍。自身が好んでいたボンバーマンを ハドソンのマリオにすることを目標に PC エンジンのボンバーマンを手掛け、対戦モード、バトルゲームを、考案、5人同時対戦という新分野を開拓し、長くボンバーマンシリーズのシリーズプロデューサーとして携わる。そこからの派生として、ビーガマンやベイブレードの企画協力、さらにボンバーマンのテレビアニメ化に伴う企画原案に携わる。 その後はハンドに移り、ハンド執行役員を歴任しアニメ版、アイカツのキャラクターデザイン協力、原案協力を担当する。その後例から一を生み出す、コンテンツ企画会社として、株式会社ゼロイチを2017年3月7日に設立、代表取締役権企画家を務める、日本物産ハドソンハンド以降、ありがとうございます。